それでは参ります。猿ヶ杉ともしび。一つの灯火が灯る。今歩みが始まる。とうとう無事この灯火を絶やすことなく次へ次へ。この灯火が人にとって暖かく帰ることのできる場所であるように灯し続ける。猿ヶ杉の皆さんでした。